こんにちは、しげしげです。一度きりチャレンジ超絶決戦をお正月読みでやっていきたいと思います。前回もねお正月読みでノーコンできたので、今回も頑張ってやっていきたいと思います。はい、パーティーの詳しい情報は概要欄をご確認ください。で、ここはラッキーかな。光属性吸収がいないので、抜いていこうと思うんですけど、光が4つしかないな。あ、でもヒドロップが1個ここに泥強されたものがあるので、これを使ってコンボしていきます。まあ、大丈夫でしょう。はい、惜しい。まあ、いけそうですね。バトルワンは問題なく撃破ということで、バトル2です。アイスエイジベイツールですね。こんな早い段階からベイツールということは、結構強い敵出てくるんじゃないですか。そんな空気感はありますね。で、水が降りやすくなってますので、光がねちょっと後々欠損しそうで怖いです。誰？ヘラウルズのあれか、それです。あー、まあいっか。パズドラ学園のやつですね。珍しいキャラが出てきましたね。はい、リーダーチェンジ。色もないので、まあ光呼び込んでおきましょう。で、コンボすればね軽減も張れるので、はい、一安心です。で、前回もお正月海使ったって言ったんですけど、今回ね、今回っていうかこのタイミングで久しぶりにお正月海を使います。最近使ってませんでした。で、前回と比べて違うところはハトホルですね。この子が新しい究極進化として攻撃タイプの、7コンボ強化を持つキャラになったので、かなり火力が出るようになっております。前回よりね、前回も強力なお正月読みパーティーだったんですけど、今回は前回よりも火力が出るので、まあそこもね注目してやっていきたいと思います。はい、光の5つ消しを含む9コンボ、ハトホルの火力が900万オーバー。今お正月読みが400万ぐらいだったんですけど、火力2倍以上出てますね。とんでもないキャラなんですけど、これがちょっとめんどくさい時もあって、そのパーティー全体としての火力は上がるんですけど、吸収が来た時にこの子だけ飛び抜けちゃって吸収に引っかかってしまうといったことがたまにあります。ありましたので、そういった時だけちょっと厄介なんですけど、それ以外で言ったらめちゃくちゃ強い覚醒スキルだと思います。7コンボ強化2つはね、はい、光を消されてしまったので、まあコンボして耐えていきましょう。はい、でアシストの話はしましたっけ？してないと思います。福読みに挑戦。
牛尾トトラに牛尾トトラ、ハトホルにサクヤ。続きはこいつを倒してからにします。ハトホルにサクヤ、パイモンにセシル、オルファリオンに時魔導士、でツクヨミにこの私が貴様を地獄に送る。サンデーコラボの名前が思い出せない、その子ですをアシストされたものを使っております。で仙台キラー入ってますね。はい、ここは無難に闇吸収が終わるのを待ちましょう。はい、まだ終わってねえし。はい、で闇吸収終わったので倒していきます。これすごい火力出そうですね。ハトホル注目、2000万オーバー、やべえな。エンハンスなしですよ、エンハンスなしで2000万オーバー。あ、消えちゃったまあ、コンボして受けていきましょう。はい、まあ、遅延はねまだ大丈夫かと思います。ああ、よし、バトル11半分超えましたね。ちょっとコメント欄でも言われてしまったんですけど、今声が変わっております。というのも風邪をひいてしまいまして、めちゃくちゃ鼻声です。ちょっとね、滑舌はもともと悪いんですけど、聞きづらかったら本当に申し訳ないです。早く直します。ここはちょっと回復してから行きましょうかね。はい、これで組んでいきましょう。よくわかんない組み方してる。はい、まあ2コンボ分入ったんでしっかり回復できたでしょう。はい、アシストがどんどん溜まってきてますね。おお、危な、危なくもないか。やっぱりコンボするだけで軽減貼れるのはめちゃくちゃいいですね。何回も言うんですけど、あー落としになってるわ。はい、撃破でしょう。 HP 大丈夫かな。 OK ですね。ちょっとだけ回復ドロップ呼び込みたいな。はい、撃ってきませんでした。倒しちゃいましょう。バトル15も終盤ですね。
獣の槍、いや普通にセシルですね。セシル使って、でもあの毒ドロップ変換した後って毒鏡が入んないので、これだと倍率が、最大倍率が出ませんので、遅延じゃない、威嚇使っちゃいましょう。威嚇を使って光ドロップを残しながら泥鏡された光ドロップを待つっていうやつを頑張ってやっていきたいと思います。とりあえず下の方にね、光を貯めておいて闇だけ消す。はい、降ってきました。もう一旦スキルを貯めたいですね。はい、これで倒していきましょう。横にしないとつながっちゃうか。はい、6コンボですけど、さすがにあの光の量なら OK ですね。なんとか突破しました。なるほど、ここはもう、獣の槍で突破していきましょう。光を複数入れれば倒せるはずです。ハトホルの火力がやばいんでね、しっかり組んでいきましょう。いやー変な組み方してるぞ。最大ではないな。まあでも7コンボできたらハトホルさんがやってくれますよ。1800万、強いな。はい、ここも属性的にもあれなんで、それですね。順調じゃないですか。よし、バトル18、ミゼリコルド、あ、7コンボ以下吸収ですね。そしたらオルファリオン使って落ち込んきやすく、光の落ち込んきやすくして2個生成で、ここから8コンボ頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、変な感じだけど、1234567、もう一個、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすいません。おお、うわ、獣の槍欲しいな。光が3つしかないので3ターンか。あ、パイモン来るな。そしたらここはコンボで受けましょう。攻撃を軽減しながらね、毒は消さないようにして軽減で受けますと。はいはいはい、
回復も落ち込んで助かりましたね。良さげな盤面、倒しちゃいましょう。毒も消していいかな。いいっすよね、いいっすよね。はい、オッケーかな。こっちの方がいいかな。繋がっちゃうね。こっちだね。はい、オッケーです。ボスバトルですね。ボスバトルですよね。さっきからめっちゃ聞いてるな、誰かに。はい、ボスバトルです。この子はレーダードラゴンかな。ドラクリスト、ドラクリスト。あ、これも勝ちじゃないですか。あ、でも火が入るとあれなのか。いや、でもパイモンが火を消してくれると信じて、火を消してください。うわ、やべえな。で、無効化を貼ります。無効化とヘイストですね。123451234。まあ組んでいきましょう。無効化貼ったので一旦は、まあなるべくね火は組まないようにいくんですけど、降ってきちゃっても仕方ないかなぐらいの感じで。コンボ足んなそう。これずらしといてあげればいいの。で、水だけ降ってきてください。長っ。危ない。行ったんじゃない。はい、で無効化。あ、嘘、マジマジなの。はい、ということで無事濃昏することができました。ぜひね、ぜひじゃねえや、もう終わってるんだ一度きりチャレンジ、こんな感じで濃昏クリアすることができましたはい、ありがとうございました。次回また来たらね、またお正月読みでやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。